トマホーク購入が決定し、自衛隊でも運用が始まる。今回は潜水艦での運用方法を考察していきますね。VSL 搭載潜水艦はもっと大きくなりますね。しかし、現在の潜水艦でも運用ができるって知ってますか？2020年、令和2年、12月18日の政府閣議において、スタンドオフ防衛能力の強化が決定され、人に、意識地対艦誘導弾に、さらなる超射程化と多様なプラットフォーム、自発型、艦発型、空発型からの発射能力を加えた、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発が決定した。この、人に意識地対艦誘導弾能力向上型現在陸上自衛隊が運用している地対艦誘導ミサイルである、人に意識地対艦誘導弾の射程を、これまでの約 200km から 900km に延伸、最終的には 1500km まで延伸するとされていて、この巡航ミサイル波長射程を実現するために必要な大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための多媒体形状のエッジ処理、人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、マルチプラットフォーム化などの技術開発が行われることになっており、日本政府は2024年度中には地上発射型の配備を開始するとしている。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略三文書を採択した。防衛費の大幅増額を含め、日本の戦後の外交、安全保障、防衛政策は大きく転換することになった。また、同じく12月16日に閣議決定された防衛力整備計画では、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、試作を実施、継続することや、発射プラットフォームのさらなる多様化や、スタンドオフミサイルの運用能力向上を目的として、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、輸送機搭載システム等を開発、整備することが明記された。また、陸上自衛隊は、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること、海上自衛隊は、護衛艦に、人に意識地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載するほか、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に、垂直ミサイル発射システム、VLS などを搭載した上で、スタンドオフミサイルを搭載可能とする垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し開発することも明記されている。防衛装備庁では、これらのことを受けて、スタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱、及び飛翔技術などの技術的課題を解明するために、2026年度、令和8年度から2027年度、令和9年度、までに各種試験を実施した上で、ミサイルの性能を確認するとしていて、最終的に、潜水艦発射型誘導弾の装備を、2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定としていたのであるが、防衛装備庁は、2023年3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務を報告して、技術検討を担当する企業を募った。この技術検討は、その名称の通りに、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計。製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と、表記されていて、近い将来海上自衛隊において、
VLS 垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆している。潜水艦から発射される巡航ミサイルには魚雷発射艦から発射するタイプと VLS から発射するタイプの2通りがあり、魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるという欠点がある。その点、 VLS から発射可能なミサイルを装備した潜水艦では巡航ミサイルを数多く搭載できるほか、短時間での連続発射が可能となって飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのだが、その一方で VLS を多数搭載するための大型の船体が必要になるほか、射撃管制システムが複雑になるなどのデメリットもある。VLS 搭載潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られるほか、韓国の通常動力型潜水艦、鳥山康雅弘級にも搭載されているが、海上自衛隊においては、2023年現在で保有しておらず、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形で、ミサイルの水中発射を研究していくかが話題となっている。2022年10月29日の読売新聞の記事では、政府波長射程ミサイルを発射可能な潜水艦の保有に向け、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で調整に入ったとされているのであるが、それでは時間がかかりすぎるため、現在保有している潜水艦で、試験を実施すべきとの意見がある。2023年現在、海上自衛隊における最新鋭の潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を持つとされている、タイゲイ型で、1番艦、タイゲイと、2番艦、ワクゲイが就役しているが、ネームシップである1番艦、タイゲイは、当初建造中から、試験潜水艦として種別変更されることになっていて、今までは潜水艦に就役中の新しい装備を搭載する場合は持ち回りで試験を担当していたため、稼働日数が減ることで任務の割り振りが難しくなっていたためで、試験日数の短縮させる狙いもあるという。そのためこのタイゲイに VLS を搭載して試験をすることによって、より早く試験が実施できるのではないかとする意見なのであるが、それにはいくつか問題が指摘されている。現時点ではタイゲイは横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属したままで、試験潜水艦に種別変更されていないため、タイゲイで VLS の試験が実施される可能性は低い。また人に意識地対艦誘導弾の全長は 5M あり、アメリカ製の艦対地巡航ミサイル、トマホークであれば 6.25M の長さだが、トマホークよりも、射程が長い人に意識地対艦誘導弾能力向上型では、全長が7メートルから8メートルほどにもなる可能性がある。タイゲイ型の喫水は10メートルなので、もう、一回り艦体を大きくする必要があろう。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要があるなど、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険であり、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として新設計すべきとされている。また、VLS では、内径が一定であり、搭載可能なミサイルが制限されることになり、近年のミサイルの発展を考慮すれば、あらゆるミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利となる。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、
VLS に代わって搭載される並走モジュール、VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載すべきとの声が上げられている。固定式の VLS ではなく、バージニア級厳選ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ、VPT、あるいは、ブロック V 以降での採用が始まった、新しいバージニアペイロードモジュール、VPM のような、モジュールチューブ方式を採用しておけば、VLS のサイズに制約を受けることなく、新型ミサイル開発を進めることができる上に、特殊部隊の出撃、回収に必要な、エアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用でき、最近、注目の、ブラックイングなどの水中から、発射可能なドローン航空機を導入することになったとしても、対応が可能となる。VPT は、直径 2.2 メートルのミサイル発射管に、複数のミサイルを収納可能な艦 MAC を挿入したシステムで、MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークを装填可能で、トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は、MAC ごと入れ替える。また、VPM は、VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるため、28発を装填可能とされ、これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたことから、その名に、バージニアと冠されている。それらのことから、日本の潜水艦から、長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、今からこれらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策と見られている。